興の天才復活田村清。 UWF リンクスプライドのファンからも今なお熱狂的な支持を集める格闘技界のカリスマ。6年7ヶ月ぶり復帰のリングに選んだのは巌流島。日本発信の格闘技なんで、まあ、ちょっと期待というか面白そうだなって。まだまだ伝統の格闘技なんで、まあ、それが全てじゃないんですけど、まあ、そういうのも含めて興味といいますか面白そうだなっていうのは、はい、ありました。現在45歳、巌流島という未知なるリングで孤高の天才田村の第2章とは。45歳としてのこうどこまで通用できるかとか通じるのかっていうのは自分の中で挑戦したいなと思います。田村が選んだ危険な相手はジョイ・コピタイ。ボクシング、柔道、キックの経験あり、キック戦績28戦、21勝7敗ボクシングではオランダ王座を獲得している。I'm a fighter who always go for the KO. So I do exactly the same in this fight. 格闘技ファンよ、この一戦を目に焼き付けろ。スーパーファイト UWF 田村清 vs ボクシングジョイ・コピタイ。 Coming up next, our final match of the day. 巌流島スーパーファイトマッチ7。これより行われるスーパーファイトの試合は巌流島特別ルールが決まります。選手は最後の試合、桜庭戦が最後ですか。でなぜ彼が復帰の舞台巌流島に出したそれとも また巌流島にとってもどうなるのかっていうのがね、すごい興味のある試合ですよね。でも6年ですか、ブランクがあるっていうのはやっぱり大変勇気いりますよね。いや勇気いると思いますよ。ちょこちょこ大会出てやっぱまだ感覚が残ってますけど、6年離れるっていうのはやっぱり怖いですよ。怖いと思います。で年もねだんだん上がってくると思う、こう不安もありますし。すみません、こちら大人の事情でですね、この入場曲の方はというかですね、アンバランのね、東方より UWF を代表するコメントの皆さんがもう歌っていただくしかないと思います。というところで、これ、ね、これ客席は爆発してますから、今アンバランの曲でこれ、著作権の問題ですか。そうですね、簡単に言うと、そのいやでも、田村がね、その巌流島の道着着て巌流島の闘技場上がるとやっぱりすごいことですよ。すごいことですね。ダメ。あ、温泉戻ってきました。そうそう。ああ、もう田村コール。でも皆さん、田村選手の入場曲知ってるんですよね。はい、知ってるんですよ。皆さん、それは頭に浮かんだりしながら田村選手を、あれを見ましょう。ジョイ・コピタイン。このジョイ・コピタイン、はい、もうすごい、身体的にすごい185センチあるんで、すごい脅威だと思うんですよ、田村選手って。はい、田村選手にとって。期待選手のリーチ。もうリーチのあるね、打撃の格闘家ってそれだけで脅威ですから。よく田村受けたなって正直思うんですよね。しかもボクサーなんですよね。はい、このコピタイン選手。キックもボクシングもあのキャリアあるんで。はい、今ね、田村すごい恐怖心と戦ってると思うんですよね。
これなんか油塗ってるんですか。ちょっとなんか水で拭いてますね。拭いてますね。これはどういう、なんで、水分、汗を置いた、入場の前汗を置いても、それで拭き取るんで、それ拭いてんじゃないですか。いや、雰囲気ありますよ、情報隊。ついに来たメイン。清志田村。田村清志が帰ってきた。深く一礼して。巌流島の海に身を包む。対するは11コピタイン。勝利キャプテン。勝利コピタインもかっこいいですよね。すごいですね。絵になる男は。やっぱメインイベントらしい緊張感ありますよ。体筋性取れてますよね。コンディションいいですよね。田村選手は負けてませんよ。ですね。さあここは両者拳を交えて。Let's get on round one。さあ始まるメインイベント。緊張感ありますよ。さあこれかまずはコピタインの前、立ち技の前、そしてこちら特別ルールということで、そうですね、これ寝技は30秒のサブミッションルールなんですよね。はい、田村選手のグラウンド的には有利なルールになってるんですけど、でもこれ相当きついと思いますよ田村は。相手打ちますからね、打つし、蹴るし。しかしコピタイン選手、おっと足を取った、一発のミドル、そこからテイクダウン、そこから決めに行っているか。ヒール入ってますね、ヒールホールド、ヒールホールドを狙っている田村。さあもつれているところだが、コピタインは手をうまく取って決めにはいかせないが、10秒前、時間は間に合うか。決まった、ヒールホールド、一瞬だった、一発のミドルが命取りになった。田村の復活劇、1ラウンド1分2秒、一瞬で決めましたね。田村清志選手の一本勝ちです。はあ、田村清志、大丈夫かいと、大丈夫かいと、一瞬で決まった。そしてこの表情、万感の思いというような、万感の思いですよね。栄養コンブルート万感一人様より勝利賞が贈られます。なお勝利賞はでもワンチャンスでね、6年7ヶ月ぶり2年上がって決められないですよね。普通取れないですよね。ありがとうございます。それをまた自分の技に持っていく、そうですね、前はそれをね、できたかもしれない。また9月のカウントいいですね。その一発をね、掴んで自分の形に持っていく、ブランクあると思いませんね。なんか感慨深いですよね、はい、田村清志が6年7日分で潰れて、まあ、コメント出しますね。はい、聞いていきましょう。本日はご来場ありがとうございます。まあ、今回対戦相手が急遽変わったっていうか変更になったんですけど、対戦相手と僕とやった選手もコンディション悪い中、多分不安を抱えながらこのリングといいますか
戦いの場所に出場したと思うので、と同時に僕も今年45歳になり、ありがとうございます、すごく、45年間やってて、楽しいことはもちろんあったんですけど、苦しいことや、苦しいことや悲しいこと、辛いことありましたけど、僕も今日試合するにあたってすごく不安で、それはここに上がっている全選手そうかもしれませんが、今日会場で足を運んで、僕は最後に試合見ていただいて、一つでも何か感じるものを持って帰っていただけたらと思い、このリングに、リングごめんなさい、リングじゃない、この場所に立ちました。今後はまた、ここに戻ってくるか分かりませんが、今日は何か一つでも感じてもらえたらと思いまして出場しました。すみません、今日はありがとうございました。見事勝利を収めました田村清選手に今一度大きな拍手をお送りください。ちょっと感極まった感動ありますよ一つ一つの言葉が重いですよね。やっぱり、ね、田村選手ってすごく一つの試合に対して考えたり思い入れを持って意味があるのかっていうのを模索しながら試合する選手なんですね。今回もすごいそのマッチメイク難航したんですけど、やっぱそれだけの意味を持ってね、巌流島のリングのメインに立ってくれたっていうのはすごい重いですよね、僕らも。